俺の区間は AWM。はい、どうも、スコレです。今回ですね、まあ、このですね、PC 版のアップデートが先行できて、まあ、できる検証ってのがあるんですよ。それが、ま、贈り物ですね。PC の方は、アップデート前は、ま、贈り物送れなくなっていたんですけれど、まあ、アップデート後ですね、贈り物送れるのか、そして、ま、送れたら、皆さんですね、再び保管しているアカウントとかを使ってね、金チケットの方を作れると思うんですが、今回はそちらの方ですね、検証していこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、とりあえずまあ、スマートフォンの方で一応ですね、どういう感じの仕様かっていうのを一回確かめて、こちらの方で、いろいろしていこうかなと思います。OK です。とりあえずまあ、贈り物の方ですね、していきましょう。適当ななんか、感染入って、ね。適当な人のところ行って、まあ、ダイヤでいいと思いますんで、ダイヤの方送れるかっていうのをまずこちらでしていきましょう。ダイヤの贈り物できる？盛大な拍手。あ、できませんね。贈り物。あれできないというふうになっています。でとりあえず、これで同じことっていうのを、まあ、PC 版の方でやっていってできるのかどうかっていうのを試していきます。OK です。とりあえずこちらの方で、まあ、贈り物また感染入ってからやっていきましょう。入れるかなこっちで。ない可能性あるんだよね。これまあ JP サーバーだから、PCJP でこういうコードやってるやつなんかいないからね。まあやっぱ無理だ。グローバルに行こう。OK です。グローバルの方やってまいりました。こちらの方で、早速ね、検証してみましょうか。はい。感染ね、JP いないってやばいっしょ。感染でその、候補が出ないってやばいっすよね。こちらの方の、感染行って、こっちは出るやろ。あ、出ましたね。こっちの人、新マップ。これも新マップか。ランドしかおらんやん。こと、OK です。行きましょう。これで、まあ、私が拍手を送ればいいって感じっすよね。OK です。ここで、送りましょう、拍手。ここから送れるのか。あ、送れないですね。まあ、PC の方アップデート来た後も送り物はできないっていう風になってますんで、まあ、しばらくはまだ送り物送れませんよってことを皆さんですね、覚えとくと、まあいいのかなっていう風に思いますね。結構これ大事だと思いますんで、まあ、毎回何かあった時は確認していこうかなと思います。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなという風に思います。で、まずこちらですね、質問なんですが、この前ルームカードを使用したら残り時間が9998日とかになってます。バグでしょうかと。いや、バグじゃないですね。あの、プレミアムルームカード、無期限のルームカードを使うと、まあ、そういう瞬間ありますね。はい、それはまあ昔からなんで、まあ、あんま気にしなくていいと思います。で、次ですね。今の環境のソーシャルゲームで、リスマル対策なんかしても、好感度も売り上げも上がらんと思うけどなと。リスマル対策ってそもそも、配布ガチャに金額のその制限をつける時点で、まあ、好感度は最悪ですよ。めちゃくちゃ最悪っていう。まあ、その証明されないから、まあ、証明されたとしても別にその、言われることはないから、お金かけてない要素なんで、まあ、なんで、いくらでもしていいだろうっていう、そういう考えでやっている以上、まあ、好感度ってのはもう、ゼロですよ。うん、ないに等しいと思いますね。まあ、なんか、ね、そこら辺も考えてないんじゃないですか、今更と思いますよ。はい。で、次ですね、プルムテイストに似てるやつ出たから嬉しいと。まあ、あれプルムテイストに似てるスキン男バージョンありますけれど、あれ分割できないですよ。一体型です。頭だけ分割して使うってことはできないんですよ。って言ったら今日ですね、まあ、リスナーさんに言われて自分チェックしたんですけれど、無理でした。はい。で、次ですね、荒野運営さん、サーバー強化にお金使わないんですかねと。どうなんですかね、サーバー強化。前に自分調べたんですけれど、まあ、Android のアプリでですね、まあ、その自分のその使っているゲームとか、あとはそのサイトのですね、そのサーバー、自分が接続しているサーバーがどこにあるのかっていう、何のサーバーなのかっていうのを確認できるツールがあるんですよね。で、それ使ったんですけれど、あのコアコードのサーバーって AWS っていうですね、まあ Amazon の貸しサーバー使ってるんですよね。まあ、いろんなそのネット上のサービスとか、まあ、ゲーム用のサーバーとして Amazon が、まあ、企業向けで出しているサーバーなんですけれど、でそのサーバーを使っていて、まあ、ある程度そのお金払えば、まあ、いいプランにできるっていうのは、まあ、当然皆さんも想像つくと思うんですけれど、その Amazon の貸しサーバーにその細やかなサーバー強化機能みたいなね、まあ、自分でその増設してってことは、まあ、難しいわけじゃないですか。そういう機能があるんかなと思って、お金多く払えば、より多く払えば、まあ、サーバー強化できますみたいな、自分たちが使えるサーバーの割合っていうのが増えますとか、そういうのあるんかなみたいな、そこら辺がまあ単純に疑問でですね、どうなんでしょうねそれって。僕もさすがにその AWS で使ったことはないんで、ゲームのその開発者ではないですし、さらにまあ僕ハードのことはですね、あんま詳しくはないんでわかんないんですけれど、そこはまあどうかわかんないんで、まああれっていう場合ですよね。で、次ですね、パス全く魅力ない、前に働く細胞ガチャでヘルスガードの銃当たったとコメントに入れようとして不適切になりましたね。そこからまあ、それがまあトリガーとなってしばらくコメントできませんでしたと。そんなことあるんですか？ヘルスガードありましたね。金枠やったかな？うん。ありましたよね。ヘルスに反応してるんですね。中学生じゃないですか、本当に。いや別にヘルスって、もともとそういうなんかワードではなくて、霜じゃなくてですね、医療用語なんで普通に。ね。まあ霜っていうか、霜でもないもんな。まあ下世話な話ではあるけど、霜ではないんで、すごいな。ヘルスダメなんだ。なんでですかね？ちょっとそれはよくわかんないかなっていうふうに思いますね。中学生のことありましたよね。そういうなんか、まあ霜とか、まあ下世話な環
係のそのワードに過剰にその反応してしまう時って、まああったと思うんですよね。まあ今でもそういう冗談は好きなんですけれど、そういう時期ってあったじゃないですか。本気でそういう風に思っていた。まあ小学校運営は中学生になるかもしれないですね。え、別にヘルスは良くない。まあなんかそういう売春目的のとか、そういうのを封じるためになんかそこら辺なんかダメっていう風にしてるんですかね。でもそれでもヘルスとは言わんからな。全然違う感じのね、P カスとか。だって P カスとかはだってさ、普通に使っている公営女子とか多分おると思うんですよ。公営内のチャットとかで。まあなんで、あれだと思うんですが、なんでヘルスダメなんですかね。そこら辺はちょっとマジでわかんないっていう。あと P カスっていうと、もうなんか都会の方の中学生とか、高校生の女の子って、マジでさ、やっとるやつ結構おるよね。お、ビビるもんね。そこら辺のなんかさ、話たまに聞くんすよ。なんか仲良くなって話すときに、あ、なんか、こうこうこういうみたいな話になって、そういうのってあるみたいな話になるじゃないですか、当然。したら、いや、クラスの友達で、そういうことやってるんじゃないかみたいな、まあ、ほぼほぼ黒なやつがおって、結構なんかいろいろ稼いでるとか、やってるらしいよみたいな、デパコス買ってもらってるらしいよみたいな感じで、なんか、いいよってですね。そんなことあるんだみたいな、やばいだろっていうね、高校生でもやばいけど、中学生なんかこれもっとやばいからな、本当に。いや、それやってからさ、どういう目に遭うのか、わかんないからですね。なんかその手前で逃げればいいみたいな感じで、そういう話になると、まあ、言ったりすることが多いんですけれど、いやいやいやみたいな、ね。いやいやいやと思いますけどね。逃げれない構造を作られたらどうするんだみたいな。男でも逃げれないような、そういう形にされたらどうするんだっていうふうに、まあ、僕は思いますんで、まあ、見通しの甘さっていうのは怖いなと思います。で、次ですね。引き継ぎ簡単っていうのが一つの問題点なのは間違いないけれど、普通に課金していて、連携、セーフティーもかけているアカウントを第三者に復旧させる運営がそもそもね、と。まあ、そもそも、そのアカウント復旧っていうのを自動で処理できるようにしている時点で、僕はそれ問題だと思いますね。まあ、その機能がある時点で、そういう構造がある時点で、第三者が悪用して、まあ、そこからアカウント復旧させちゃうっていう、まあ、そういう方式を取るっていうのは、まあ、目に見えてわかるわけなんですよね。だからそもそもそういう構造を作らないっていうのが一番いいんですよ。例えばその、まあ、そもそもアカウントを SNS 連携して、それで別のアカウントに引き継がせるっていう、それ以外の、まあ、方法がないっていう。他のゲームやったら普通そうでしょう。まあ、ゲームセンターとか、まあ、Twitter とか、Google アカウントとか、そういうのに紐付けたアカウントを持っているだけで、まあ、引き継ぎコードというですね、そういうまあ文章のコードという形で引き継げるゲームって他にあんまないんですよね。これなんでかっていうと、その形にすると RMT できてしまうからなんですよね。まあ、基本的に RMT はダメです。できるような仕組みっていうのをゲーム内に用意することもアウトっていう風に、まあ、今なってますよね。ですけれどまあこういうコードはまあそれができるっていうですね。まあストア側からしたら RMT の補助を運営側がしているっていう風に思われても仕方ないぐらい、まあそこら辺のなんかバックアップがしっかりしてしまっているっていうのが、まあ、現状あってですね。まあ、これはまあ中国と日本のまあその考え方の違いとか法律の違いっていうのがあるんで、まあ、仕方ない部分ではありますけれど、まあ、それがあるせいでどうしてもそのややこしい感じの構造になっているっていうですね。アカウントの流動性が高すぎるあまり、まあ、そういう詐欺も起きやすいっていうですね。動きやすいっていうことはイコールですね、まあ、悪い方にも動きやすいっていうことなんで、まあ、それはもう構造から否定するしかないんですよ。僕はまあコアコードを結構最初の方から言ってますけれど、まあ、引き継ぎコードという存在がある時点でおかしいよって話はよくしてるんで、まあ、しゃあないかなっていう、まあ、アカウント復旧っていう機能に関しましても、まあ、そういうのって普通自動対応にしないんですよね。手動対応のみで、まあまあレスポンス遅くしてから、まああんま復旧できないよっていうぐらいにしとくっていうですね。まあそういう風にすることによって、まあ取引っていうのもなくすっていう、うん、アカウント復旧、実質まあこのゲームではまあ無理だから、まあ、取引しないようにしようねっていう流れにユーザー持っていかせることができるんで、それはまああんまりしないんですけれど、まあ、なかなかなんかね、そこら辺うまくいかないというか、この構造である以上はトラブルはいつまで経っても避けれないかなっていう風にまあ思いますね。